セリーグ通算5戦勝に足踏み、守護神マルティネスの勝ち越し許す。立浪監督ため息とは一体どのようなことなのだろうか。中日はセリーグ通算5戦勝に足踏みした。2対2の9回に守護神マルティネスを投入。四球。盗塁が絡んだ西二塁から栗原に痛恨の勝ち越し中前打を許した。6回までの1点リードを守れなかった立浪監督は2対1で逃げ切らないといけない試合だった。勝ち切らないといけない試合で、もう1点取らないといけない試合でもあると惜敗にため息。0勝は2で止まり、5日のセリーグ1万試合目で節目達成に再挑戦する。中日は交流戦でこれまで西武とオリックスと対戦はしたが、パリーグで調子を落としているチームだったので、今シーズンの実力を図る上でソフトバンク戦はとても注目されていた。そんな大事な試合で守護神のマルチネスが打たれてしまい敗戦となったが、問題なのは監督がため息をついたことではないでしょうか。野球というのは勝ったり負けたりするので、いかにシーズンを通して勝率を上げることができるのかを調整するのが監督の役割であるが、たかが1試合負けたくらいでため息をつくとは監督としての立場が分かっていないのではないでしょうか。今いるファーストを守れる選手誰がやっても今の中田より期待できる。中田本人がいけると思うまで下で調整させるなり、代打要員にするなりしてあげた方が本人のためにもいいんじゃないかと思います。中継ぎの使い方見直すべき時期。今のままでは抑えられるものも抑えられなくなる。もう少し勝野使ってもいいんじゃないか。藤島も昇格してからいろいろなところで投げさせすぎ、ポイントポイントで使い分けるのは必要だと思うが、パターンだけは固定した方がよくね。ライデルはリードしてしか出さないとか、ビハインドでも1点差なら勝ちパターンの投手使う時もあるし、同点でも使ってることが多い。見直さないと中継ぎ陣総崩れなんてのもありえる。替えが全く効かないわけではないし、もう少し配慮して使ってもらいたいな。勝ちに関わるのはわかるけど、今の中継ぎの使い方を考えないと、みんなバテてしまって、8月頃には致命的になりそう。特にライデルは、地方なんやから、勝ちゲームにしか使わないって決めませんか？強いチームは、絶対3連投させないとか、抑えをベンチに入れない日を作ったりとか、チームルールを決めて、それをみんなが理解し、力を合わせて対応していけるチームになってるように感じる。確かに、今日明日の試合の勝ちに我々ファンも一喜一憂してしまってるけど、だいぶ若い戦力も伸びてるんやから、日替わり打線とかせずに、村松、福永、石橋、田中、岡林、石川、の力を上げていけるようにしてほしいな。守備とライマルさえ万全なら、ソフトバンクとも互角に戦えることが分かった試合。今週のソフトバンクとの日本シリーズの前哨戦として貴重な経験と思いましょう。ヒロトはなぜ序盤で打たれたのか、星とも一緒に分析してやり返しましょう。ヒロトの主将山本由伸は、打たれた日は打たれた理由を具体的に分析して、次の試合は必ずやり返しています。この点は見習ってリベンジを期待します。マルティネスは攻められないでしょう。球速が落ちたと言われていますが、同点や延長で投げる場面も増え、疲労もあるのでしょう。中継ぎも全体的に疲れが見えてきました。ただ、キャッチャー加藤はもっと強気のリードで良かったかもしれません。石橋はなぜか立浪さん嫌いみたいですが、勝った試合があっても、あまり出さないようにしてる。中田も大物風ですが、そんなに打てなくなりました。梅雨みたいな試合、ライデル出しすぎだね。かわいそうだし、フルシーズン戦えなくなる。勝てる試合でなおかつセーブがつく試合だけでいいと思う。清水が打たれたのは仕方がないと思う。やはり、大島をスタメンで使わないのは謎。しばらくビシエドがファーストで良いと思うし、考えればいろいろありすぎ。今日は肩をバズーカーで周到を刺したのが最高に良かった。中田はスタメンから外して、代打要員にすべき。打つの内容が悪い。今の中田の代わりなら、2軍にいくらでもいるし、中田より、状況に合ったバッティングできる技術ある選手はいるはず。まずは、周平を上げるべき。出し福永って転がすのが一番要求される場面に、ほとんどフライアウトだから、3番には向かないと思う。福永が上から叩いてゴロを打つ姿を見たことない。必死でやってるのはわかるけど、先頭打者の時とランナーがいる時のバッティングが全く一緒だから、周平を上げて3番で中田を代打要員にして、5番以降は福永ビシエドカリステで3番。4番で返せなかった時に進塁打より長代期待できるから置くべきと思う。同点で9回以降なら良い投手を使うのが今のセオリーらしいですが、ライデルを酷使していくと夏場から終盤戦にかけて絶対にまずいことになりそうな気がしますね。目先の1勝も大事ですが、松山、清水、藤島、勝野、橋本、その他にもたくさんの中継ぎ陣がベンチに入っているのですから、勝ち越すまでは守護神の投入を少し控えめにできないでしょうか。マルチネスじゃなくて支配下即登板になるがいは、
でもよかった。ファンもソフトバンクとは力の差があることは分かっている。旧所属チームとの交流戦にあえて支配下にして一軍に上げたならリスクテイクじゃなくて盛り上がる。チームプレーだから流れを自ら作る作戦を取ってほしかった。立浪はやはり流れを捉えたり作ることができない二流監督かな。中田は調子悪く、ストレートに振り遅れる。ちょっと期待できないけど変わりがいない。ピシエドでは無理。ライデルも打たれる時はあります。今日は中田のブレーキが大きかったです。足の状態が悪いと思いますから、回復するまで石川かビシエドを使う方が良いと思います。ライデル、地球出したり打たれたりしましたが、苦笑い？なんだろうけど爽やかな笑顔をしていました。うまく説明できないのですが、変に暗くならない、動じない人格者なんだろうなと思いました。セーブシチュエーションでない今日のような場面でこれからも投げる機会があると思います。バンドであの赤い映像は流れませんが、抑えるよう頑張ってほしいです。54試合で27登板だから投げさせすなのはあると思う。今日も相手チームが守護神のオスナをベンチ外にしたりしているように、他チームは中継ぎ投手の疲労管理はしっかりしている印象を受ける。立浪は多分今年いっぱいだと思うが自分の身体がかかってるからと焦って使いすぎるようなことは避けてほしい。中日は最大のチャンスで2点しか取れなかったのが最大の敗因ですよね。細川、中田、ディカーソンの一人が不調なら仕方ないで済むけど、二人不調だと厳しすぎる。彼が抜けるのは痛いが、中田はもう一度怪我をしっかり治した方が良いと思う。やられる分にはしょうがないけど、このままホームで9回以降、同点の場面で使い続けるのはさすがのライデルも疲労でパフォーマンスも落ちるかもしれないしどうなんだろう。クローザーで無双するタイプは他に替えが効かないし、同点で繋ぐのが得意な同士を優先する方法が良いかも。点差以上に完敗だったと思う。こっちは、常に 100% 以上で、相手は常に余力を残して戦っている感じ。2対1で逃げ切るしかなかったゲーム展開にされた時点で負けている。中日はチャリでしか勝てないチーム。ガチンコで勝負して勝てないのだから、ソフトバンクには到底歯が立たない。それにしてもライデルに対してはこれからどのチームもまず出塁アウトになっても構わずに盗塁仕掛けてタイムリー一本待ちで来るのだろうね。結果論かもしれないけど9回の盗塁の場面で加藤が不用意だったのが気になりました。足のある尾形が一塁で外国人投手。前の打席でセーフティをした今宮が、バントの構えという盗塁の条件はかなり満たしていたように思うあそこで走った尾形を褒めるところですが、送球もハーフバウンドだったので無警戒だったのかなとマルティネスがクイックが得意だったからなのかは存じませんがもっと警戒してもよかったと感じた。ソフトバンクの勝負強さが勝りましたね。7回の土手もそうですが、ライデルは際どいところを投げてましたが、フォアボールからの盗塁、そして栗原の前に落ちるタイムリーヒット。ドラゴンズにはないものを見せられました。ライデルが打たれたら仕方ないのはわかりますが、打線に関しては仕方なくはないですよ。いい流れの中でもし、2、3塁から犠牲フライの1点のみでは情けない。早く打撃陣を何とかして得点できるように指導してほしい。加藤の弱気なリードが全てに影響したと言っても良い。ヒロトに関して、5回で100球も投げさせられた。もっとコーナーを意識せず大胆に攻めても抑えられた。清水のケースも山川に対してフォークはわからが、まっすぐを1球も投げずにフォーク連投。あくまでも強いまっすぐがあってのフォーク。ライデルの時も尾形になぜ？変化球が必要なのか？あの四球が命取りになった。ホークスは強い。だが、弱気なリードでは最初から勝てない。強きこそ最大の防御になることを忘れてはならない。ライデルでやられたより、中田でやられただよ。細川の子が何もできずに相手に一つアウト献上してるのだから。選択肢が過去よりあるのだから、中田優先采配を考え直すタイミングに来たと言ってよい。ドラゴンズ大事なところで守備のミスが出たり、盗塁を許してしまったのが痛かったですね。またも1点差。疲れるし悔しいですね。気になったのがライデル投手。同点の時に勝ち越されるのは前にもあったので、リードしてる時と気持ちの入り方が微妙に違ったりするものでしょうか。初戦を落としたいですが、この悔しさをバネに気持ちを切り替えてまたカード勝ち越しを目指してほしいです。ライデルだって打たれることもあるからね。地球が惜しかったけどまた次に頑張ってくれればいい。広島も球数は多くなったけど打者に向かっていっていたから最少失点で切り抜けられたと思うしよくやっていたと思う。広島の調子は良くなさそうな感じだったけどそれ以前に今日の相手は別格だったね。広島の球がここまでたくさんバットの芯で捉えられていたのは今年は初めて見たかもしれん。それくらい相手の打者の力を感じました。特に近藤はちょっと別格中の別格かなと。崩れないんだもん。とにかく3連戦中、1勝はしよう。何とか3連敗だけは避けられるように、あえて言うが、中田で負けた。先日の決勝タイムリーは痺れたが、あれ以外全く打てる気がしない。
捉えた打球は一度もない。ビシエドか石川にスタメンを譲っても良いのでは。清水も先頭切ったのにもったいない。毎回すんなり抑えて帰ってくるイメージはない。数字は残しているが、いつもピンチを背負っている。ピシッと抑えてもらいたい。田中選手の休養とホークスの走塁考慮して肩のある方を選手を使ったんだろうが、運動なんだろうか。山本選手入れて岡林選手2番にしたのはありとは思ったけど、キャッチャーは石橋選手のままでも良かったような気はする。石橋選手がマスクこむってプレーしたイニングは4試合で5失点だからね。仮に盗塁許したとしても失点させないリードしてくれたら良いわけだし、オリックス戦で勝負になってたキャッチャーを変える必要はあったのかなとは疑問に思ってみるが、なんか立浪監督はリードを考えるより盗塁されるの怖がる面があるんかな。勝ってる勝ち運を自分で動いて運を自ら手放してる感はある。加藤とは呼吸が合わないのかな。前もサイン合わなかったし、まあその前にやはり5番6番だね。ここが打たないとこういう展開になるよね。中田を使える状態なのかというとこだよね。立浪得意の見切り発射感が否めないんだよね。岡林もそうだったけど、無理してそこに固執しなくてもいいのではないかと思うけどね。ライデルはうまく打たれたな。というところ、もうここは諦めるしかない。やはり守備でミスが出て失点すると負けに直結する。中田の足の状態が良くないのに DH でもない日に使うのが悪いと思う。元気な選手いるんだし、ビシエドが嫌いならカリステでも使えばいいのに。ここは立浪の責任だと思うな。田中の休養日に入れた安は良かったと思うし、加藤拓の起死回生かと思われた3ベースも実らなかったのが残念でならない。細川、岡林の復調の兆しも大事なポジ要素。ライデルが打たれて負けたらしょうがない。明日の小笠原投手に頑張ってもらいましょう。あのソフトバンク相手に最後までいい勝負ができたことはプラスに考えましょう。ソフトバンクファンの書き込みを見てたら、ドラゴンズの投手はやはり良いという意見がありましたので、ちょっと気が晴れました笑い。理想は明日勝って、最終戦に勝ち越しをかけて戦えるようになってほしいですね。頑張れドラゴンズ。細川、岡林の打撃が上向きになったのはいい傾向だ。ディカーソンも安打は出なかったが、粘るし調子は悪くなさそうだ。気がかりはやはり中田、打撃の内容が悪すぎる。日曜日は前変化球を何とか捉えたが、一軍復帰後はずっと振り遅れやミスショットばかりで、ホームランなんてしばらく出そうにない。今日の悪送球も打撃不調の影響だろう。中田スタメンにこだわらず、高谷やビシエド、福永、周平、山本との併用で一塁三塁を考えたい。田中村松はほぼレギュラー獲得と言ってよいだろう。最近は変化球を良いところに決めようとしすぎて、四球や抜けた失投を打たれてる。もっと持ち味のストレートを打倒した方が良い。今宮を空振り三振に取った球なんて素晴らしい。尾形、角が違う。全部真ん中のまっすぐでも打ち取れる打者なのになぜ四球？中日の投手陣は取れるアウトを確実に取れないから、こういうことになるケースがたびたびある。2対1で守り抜かなければいけない試合だった。また四死球、エラーに脆い念が出てしまった。打ち取ったと思えば中田選手の暴投、清水投手のワイルドピッチで得点。ライデル、マルティネス投手のフォアボールから打ち取ったと思ったフライが決勝だ。月も持っていかれた感じ。